妈突然在开始给他回去还有就不是我想说爸爸说爸爸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 
あの時計回しに回すと時間をセッティングできるんでございますですよ。見えてますね皆さん。これで24時間なんですけど、今ポチッと押すとこれワンデイズは開かなくなります。動くな動くな。え、どういうことどういうこと動くな。どんだけ使えんて。1日はぁ。お前今日お前ヘキオから連絡あるぞ。ヘキオから連絡あるの。うわ遊ぶし。ワンディーズ開始。え、嘘やろ嘘やろマジガチ言ってる。あーなんかロック出た。ロックされました。おいおいちょっと待って、これどういうこと。おい、え、これ解除できないの。できません。量できるでしょ。俺できんよ。できんものな、こんな中にいたの。結局何日使えんってこと。1日使えん。早送りできんわ。これできんよ。今23時間59分22秒。私ちょっと意味わからんけど、これ携帯用のやつ。まあ携帯以外も閉じ込めれる。とんでもねえなお前。なんでこんなこといちいちして。お前マジでいつになったらさ大人になれる。お前そんなに携帯に増産じゃないし、若い子だってそんなもんやし。本当にこれ
を使うんだったの。え、なんか出てない。おい、バカバカバカ、お前バカ。あ、今電池外したやん。したらお前ロックまた1日再開されるから。いやね、おお、すげえ。もう1日触れてやばいねんけど、友達と連絡取れんじゃん。私なんて以外に別にお母さんと話すればいいやろいにゃ。鼻くそついてる。お母さんまた花粉症でひどくて鼻水すごい出るの。鼻くそだからついてるってさ。ちょっと見せて。そんなこと言うよ、どうすんの。あ、大きいのついてるわ。もういい。ここさ、なんか刃物とか入れたらいけそうや。開かんのって。あ、マジ。それやったら電池壊れて、お前ここから永遠にトレーサーさせんから。またリバースするやん。お前、タイムリセットされる。助けて。泣いてるよ、お前。ふざけんぜ。泣いてるよ。取ってよ。ね、何それ泣くぐらいのことな。だって携帯大事やもん。何で泣くの。出してって、前のだけでもいいし、出してあげてよ。連絡取りたい人でも俺が、うん、かわいそう、彼氏おるやん。彼氏か。前彼氏おる。あ、なるほど。やからこんな泣いてるわ。サッカー部じゃないもん。なんで北大行く大学サッカー部って言ったよ。なんかサッカー部引退してる、とっくに。あ、もうしたんや、もう。何をしたんや、お前携帯使って今は。彼氏と連絡取りたい。そのためにこんな泣いてるわ。さあ、俺らはいいけど、舞ちゃんまだ若いからかわいそうだって。そうやって。だお前勉強してないやろ、今資格の勉強してないやろ。やったらちょうどいいやん、それで。ちょっと息抜きに必要やろ。息抜きに彼氏と電話するんですか。ダメですか。いや、それがダメでしょう。なんでですか。そんなことしとったら落ちますよ。落ちんわ。あー、またお前ちゃん発狂した。何で同じようなの。前の携帯だけ出さげればいいやろね。これって何のために作られたの。依存症から回復するために。だからタバコとか麻薬とかこの中に入れてスイッチをして、もう何日間使えんくするみたいな。え、タバコだって買いに行けばいいじゃん。そう。おい、何本に扱うの。やめろやめろ。私持っとるから。私が持っとるから。何を持っとる、あんたが。私が大事に保管しとくから。誰が持っとってもいいやろ。何に返して。さっきから預かるのおかしい。俺の携帯もあるから俺が預かる。いいって、信用できんもんだろ。何のことも。ちょっと待て。俺が一番持っとるわ。俺携帯安全委員会や。俺携帯安全委員会や。お前みたいな。お前が安全委員会やったわけない。お前は一番危険な人物や。俺携帯大事にする人だから。指紋自体つけたくない人だから。お前雑誌やって。俺が一番大事や。私の方がいいに決まっとるやろ。うるせえな、お前ちょっと静かにせえ。で、俺に。なんでねえ、これ本当にどんだけあかんわ。24時間って明日の昼まであかんってこと。そういうこと。なんでそんな意地悪するの、あんた。もっとまともに客考えんかった。しかもあんた自分の携帯も使えねえよ。使えませんよ。あんたどうするが、仕事の依頼とかあったら。いや、わからん。俺もうどうでも無視する。まだ23分しか経ってね。全然時間経ってないやろ。今日俺連絡あるねんぞ。どうするん。どの彼女から。マイナス0ライバー持ってくるの、お前。あれそんなんで開けやばいね。開くわよ、まあ、任しとけ。お前こっち開けたろ。でもこれプラスチックやからさ、うん、なんか熱加えたら溶けるんじゃねえ。燃やそう。だから燃やだから、あんの燃や、燃やしたらまずいって。大丈夫やて。いや、それより これでこっち開けてマイナス0ライバーでガーンってやった方がいいわ。なんでこの企画嫌や。もう開けてやるよ。もういいやん。じゃあ、私も依存症治すから。いや、私開けてみるわ。どうけ、あかんけ。どこ、結構頑丈。ガッチガチやな。それ結構頑丈なプラスチック使われてるらしいんで。これどういう構造になってんのこれ。あー、電池それだ。電池取ってる間時間進まないんだ。荒木くん何しとるの。また俺のせいにする。お前はいつも俺のせいにして。ちゃんと入れとこう。ほら、あ、何してんだやっし。お前バカ。でもあんたの力で開けれるわけないがいね。これ取説ないの。取説ないです。そんなもの捨てました。ちょっと貸して、私やる。ちょっと待って。なんでいいね、2 days になったいね。おい、24時間から2 days になったやん、ね、じゃあ開けたらどうする。注意してあげる。あ、注意してくれるって。おー、親父めっちゃ嬉しそうな顔したぞ。なんて最悪な男だ。そう、伸ばすことはできるけど短くすることはできんねん。おいやー、お前24時間で終わっとったんよ。お前なんで2日間待たなきゃいけない。ワンデーと23時間59分やねん。つまり2日間だよ。2日間。どうやって何やってんのやっし。こいつ 2days にしまった。ワンデーと24時間なんで、これ2日間です今。2日間経験使えんだ。人間けど。ちょっと悪い悪い。ちょっと待って、ちょっと待って。キスするどころかチンボチーチョン切ってやる。 3days だったんやん。あ、お前 3days にしまった。ほら見て、スリー、あ、ワンデーやん。ワンデーと、こんだけ残り時間ってことは2日間ってことや。あ、これダメだ。電池取ったらダメやってことが分かった。あ、電池取りました。だから電池ない状態でも結果的にこっから動かんってことやから、余計意味なくなるんで、なんもできなくなるよ。なんでよ。ちょっと私に返していいか。よし、ほんなお前やれ。おー、それ回したらまた日数伸びるんじゃねえのか。なお前バカ、変なことやるほうがいいよ。マジで本当に日数伸びるよ。あ、待て、日課がなった。おい、やばい。スリーディーズで書いてある。今日どう日ケース。お前今日俺持ち帰るわ絶対。なんでなんで。持ち帰っても使えないし。お前ら元夫婦揃って1日伸ばしちゃったやん。おいし、2日になった。あ、なってねえわ。3日のままじゃん。何してくれるよお前。あんたやん、お
間言いました。ちょっと量だって困らんの。いや俺は困らんよ。なんで3日間も使えねえよ。俺携帯なくてもテレビだけで生きていける人間や。もう別に携帯にそんな依存してない。もうお前らだけは依存してるのは本当にもうジャンキージャンキーしねえ。薬物中毒者と一緒ねんで。タバコやめれん、酒やめれん、覚醒剤やめれん人と一緒ねんで。結果的に携帯に依存してるってことは。おい、フォーディーズになった。やば、お前やったな。こんなの私3日間とか4日間使えんってありえんからね。そんな企画はないぞ。そう、あんた買ってんって。史上最大やぜお前。そんなにあんたに自分携帯使わんでいいって言うねんたら自分だけ入れればよかったんや。おいよお前、みんなの携帯お前4台も5台もお前こんな。本当にもう俺のマリアちゃん。俺自分の携帯に名前つけとれんで。あ、そうだ、うん、マリアちゃん、西内マリアちゃん。もう気持ち悪い。気持ち悪いやろ。あ、昨日ルナちゃんの誕生日やって。おめでとうルナちゃん。ていうか私も2月9日誕生日やってんけど。あ、おめでとう。壊していいか。だから壊せると壊していいって。私ガスバーナー持ってくるわ。あ、持ってきたぞ。持ってる持ってる。待って、乗ってる危なくない。いやいや持ってる持ってる。ちょ待って、そんなバーナーでこの頑丈プラスチックは溶けませんよ。溶けるて。結構頑丈やからねこれ。もう1万5000円したからね。超絶頑丈やぞ。さてどうなるのか。これでなんとか打開できるのか。燃えろ燃えろ。あ、携帯燃えてる。携帯携帯携帯やってる。携帯燃えてる。携帯燃えてる。携帯燃えたらダメや。いいやん別に燃えたって。ダメやって。お親父の携帯やれ。別に使えないんだからよ。やめた。ダメです。ダメ。ダメで穴開けてしまうと携帯まで燃えてしまうからダメや。全然破壊しようと思ってしよ。ハサミハサミ。間に入らんかな。あ、テコの原理ね。そう。でも隙間ないわ。このタイムのやつがスマングなんて壊れたらおしまいぞ。爆破なんかが発生するかもしれんよ。いいとこに僕とあったの。これ叩き割れやんじゃの。じゃあやってみて。あんまり変な衝撃与えほうがいいよマジで。一生携帯使えなくなるかもしれない。一生、ちょっと待って、一生、ちょっと待って。あ、電池の部分壊れたけどな。結局この白い部分は一切開いてません。外すことできません。待って、もう一回から電池入れたらまた4日間なるかんや。いや、なんでそんなんで。なるって。お前ら本当携帯になったら必死になれんな。やっぱり依存してんな。携帯なかったらお前ね、今の時代どうやって生きるの。お前は DM ナンパしてただけやろ。女たらししたいだけやろ。破壊できないってこと分かったやろ。もうその機械自体を破壊しちまえばいいわけよ。おお、はい、行きます。うしわあ、水没させりゃいいね。完全防水じゃないから水入るって。はい、切れんな。まあ、そんなのしょうがない。なんとかなる。ダメ、決まっとるやないか。中濡れとるよ。中濡れとる、ダメやって。ああ、ほんとや。中濡れてます。入ってるやないか、おい。無理やわ、もうやめた。何がやめた。出すわもう。出せ、出したかったら出せ。いや出そうだ。いやいや、もうこんな企画。ガチで切れたぞ。くだらんくらいって。あなたたちの依存症を改善するためのものや。偽物の携帯入れるならいいよ。そんなやってしません。本物の携帯入れてどうするのバカでねえのお前。やべえ、仲間じで本当浸水しとるもう。だらお前。ちょ、マジやばいよ。マジやばい。やばいってこれスピーカーいっとる。やっちゃったね。しかも俺のカバーついてないからね。めちゃくちゃ水深が溜まっております。大丈夫、俺我慢できん。俺やっぱこれ外に投げる。いい、ダメやって。外に投げたらいいやん。ダメやだ。バケーっていくやん。また電池、電池なんていらんこだ。もう分かった分かった。それだけは抜けるから。隙間から抜くっちゅうのは悪い。いいわもうこいつらの企画。俺もう引退するわ。あー、ちゃんと隙間から抜いとる。よかったよかった。ナイス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 。おお、ちゃんと思いついたやん。頭おかしいんで、もうこいつらやること。こいつらって誰よ。みんな桐崎英二がやること。いや、ほんと壊れかもしれない。音聞こえんくなる。すげえ損害やぞ。みんなでもお金払わんねん。誰やなお前。どけよ。もう腹立つ。もういい、こんな企画。俺降りた。いや、もうな、もう我慢できんわ。あー、お前うぜーって。ダメやって。あー、かけろなくろお前。おおおおおちょっとやすし。やし、暴走し始めました。何する何する。どこ行くんやって。どこ行くん。どこ行くん、親父。あれあれ、何するの。おかしくなったよ。頭おかしくなった。何を見逃げとるの。携帯に必死じゃない。うわぁ、お前らに任せれないんだよ。任せれない。任せれんってどういうことよ。ダメだ。なんで今下行った。はぁ、疲れた。切るぞ切るぞ切るぞ。あれ、あー、ノコギリノコギリ。あ、これに意味あるのか。全然や。あー、ダメや。待って、私に貸して。あ、意味ないじゃん。いや、ダメなんけど。よし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 、いいぞ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 。いい線いっとるぞ。ダメやな。うわ、頑丈やわこれ。全然お前、反発してしまうやん。いいこと思いついた。どうしたどうした。どうした、あらら行く。あらら、ここから落とせばいいんだよ。ダメ。言っとる。しとるの。お前何しとるん。違う、お父さん違うの。どうやの。お前何しとるん。マジでやばお前。何考えとるの。親父が、お前死亡した。お、切れた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 。おお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 お、やばいぞやばいぞ。おっと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 。おおお、やばい。親父がマジで切れてます。おついに荒井くんが落としました。とんでもないね。これはやばいぞ。親父が死んで、ほっきり切れや。おお、切れてます。あ、割れた。俺の携帯ない。
すみません、手が滑りました。もういい、今日企画終了ね。何終了な。もう終わっとるもん、この携帯。この携帯どうなった。うん、もうダメや、今日終わり。新しいの買ってください。そういう問題じゃない。なんで今投げた。なんで投げた。違う、何がやったらこうパーってやると思う。だからやったらダメって。この中は大丈夫なんですけど、その外面がダメなんですよ。大丈夫やん。最低、お前今日終了。買えんか、私うちお金払うし、もちろん一応今使えるから。使えなくなりました。聞いて、これでやらせじゃないって分かったでしょ皆さん。どこ行ったおやじ。あいつ聞いてんけど。あられん中の携帯やし、ここでやすしやったら大変なこっちゃやぞ。そんな思ったら iFace ってすごいね。あんたの携帯は無傷で、やすしも iFace しとったし無傷。赤字企画。いや赤字とかどうでもよくて、おやじの身の安全がどうなったかっていう。一番嫌いな気がする。あ、ここにある。どこどこどこ。あれ、あ、お父さんおった。あ、赤字やばいぞ。さっきさっき、おいしそうや、携帯大丈夫やった。パーなった。だらえ、パーなった。あんたの助かったやろ。荒井くんの携帯もうぶっ壊れた。嘘や、絶対嘘。ほんとよ。ガチガチガチ、本当に壊れたよ。そうや、嘘や。ほんとよ。あそこで落とすのあーな、うん、まず無理やし。もう俺動画いいわ。で、荒井くん落としてんじゃなくて俺が落としてんよ。お前落としたよ。そうが荒井くんが落とそうが、うん、無理やわ。もう何が無理な。もう企画が無理。何ペケ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 。いや、ペケじゃないよ。で、荒井くんのスマホだけ破壊されました今回。嘘やろ。俺のスマホは大丈夫やった。俺の携帯はバキバキです。カメラ撮れません。カメラ携帯は大丈夫やった。ダメ。あんたのは全然断然やったよ。てか誰落とした。いや俺落とした。最後の一つの刺激は何に。荒井くんが落としたと勘違いしてあんたはブチ切れた。当たり前やん、ブチ切れるわ。これ誰に対してもブチ切れる。ママに対してもそうだけど。お前か。風か、風風やめや、お前やめや。ざけんだよお前。お前やめや。もういい。いや動画続ける。このままスマホ1日なし生活送ってもらう。これでいい。ダメやわ。ボケたかなし。いやダメ、依存症直すため。やばい、やばいぞ。皆さん、これ、やばい、切れてる、切れてる。あー、やばい、やばい、サンダル入ってきた。サンダル、サンダルや、サンダル入ってきた。おぉ、おぉ、ガチ切れてる。やばい、しかも近所のど真ん中で。二度と、ゴム一切、もう体も払う。もう終わり。先生、ちょっと待って。しかも一発も当たってないっていう。荒井くんが全然キレてない。これ大人の対応してるやん。そうね、あんたはどうなんて話。いや俺はキレる。だからこういうこんだけ子供携帯の恐怖症なんや、病気なんや。壊れたら嫌なんや、だから暴れて。いや違う違う、女と連絡取れるのが怖くなるから。なんでそんなキレる。あ、来た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 。やばい、なんかやってる、なんかやってる。あら、俺の車。お前、これ荒井くんのこれ車なんですけど、今車壊れた。サンダルで破壊しようとしてます。やっしゃ、お前車壊したやろ俺の。わらすな。携帯が壊れて一番の被害者なのにさ、あんたはなんで一番キレてるのか俺よくわからんわ。もう携帯のダメねんて。ということで皆さん、企画続行しましょう。あらやこいつ。はい、上来て。社長のお前破壊してどうするの。新品 iPhone いくらするんですっけ。知らねえ。20万ぐらいすると思うよ。20万ぐらいするよ。もう弁償せえ。あんたが弁償してる。なんで俺が弁償せえの。私どんだけあんたに我慢してきとる。いや、そういう問題がないねん。はっきり言って、あんたなんて iPhone ぐらいにお金で解決できるよ。私お金で解決せん。待ち時間は嫌なんよ。人生を全部棒に振ってんよ。お金、そんな話どうやってんだ。俺の iPhone どうにかせんや。どうかせえや。お前が買え。いや俺それ買うよ、確定してる。で、荒井君の感じ保証されてるけど、お母さんはもうこんなに男とおるの嫌ってことだよ。嫌やね。だから、うん、今じゃあ同じみんな立場やったわけ。私も落とされた、アラライン君落とされた、この人も落とされた。一番切れたのこの人。しかも壊れたのはアラライン君の携帯で、しかも一番この人は携帯安全やった、ピカピカの。どんだけこの人はだから子供やってこと。だから川原安が嫌やってんで、アラライン君開けた瞬間にアラライン君は不利だけで多分落とさんって分かっとるんや。でも開けた瞬間に要は絶対にアラライン君のやるって分かっとる。だから開けたらダメやってんて。僕こんな息子だと知らなかった。絶対するよって。いや、フリーかなと思ったの。やめてイコールやっていいよっていうことなのかなと思ったの。あんたの携帯安全な。ちょっと一回ライブやってみる。またインスタライブでナンパするん。インスタライブで生であんたナンパするのか。この人いつもしてるよな。じゃあ生放送で。生放送で、あー可愛いね、ちょっと DM 送ってきてみたいに言ってるよ。嘘やろ。ガチや。お前の携帯壊れればよかったんに。そうやって。今からで遅くない。落とそう。落とすか、うん、緊急配信してます。携帯がぶっ壊れました。もう壊れてないよお前の。壊れてねえやろ。壊れてるかみんな。おい、サンダーめるれ。あれ、いや、ふざけんなお前。バレー。
聞こえます？皆さんそれならご教えて。聞こえてる。あ、ありがとう。あ、もう一回箱の中入れて始めますよ。いいって。ふざけんなよお前。中同じことするんだお前。壊れ損じゃないか俺の。だから iPhone の依存をやめてほしいって気持ちがあったら、あんたら今 iPhone が破壊される瞬間に。依存じゃなくて物を壊すのが嫌いにんわ。いや悪くさ、あんた薬がなんか外に吹っ飛んでったかのように、なんかマジで頭おかしくなったら、これが依存症の正体。いや依存症じゃない。すぐ一番最初追っかけたらやすしちゃったもんね。びっくりで、お母さんの携帯も無事でした。え、なんでお前の携帯無事だったん？アイフェイスだって。はい、でもう一回ここにちゃんと軟禁をして、スタート。殴りかかってきたこれ。だって舐めたの社長と思ったもん、ぶっちゃけ。ちゃんとほらお前、うらーなるわよ。俺そんなことするわけねえだろよ。いやいやいや、おったらリオンが手をバーンってやってるの。そうや。もうこいつはお前ふざけんの。お前笑い。もういいって、喧嘩やめてば。アラミ君はまだリオンの性格を本当に理解しないんや。あ、こう開けた瞬間にこいつは絶対に手加えるって分かって。だからやめてやめてって言って。お前らと教育悪いんじゃん。だからやるなって言ってることやるからやって。携帯一本ごときでこんな風に騒動起こせん。これ自体もう一回落としちまう。2回目。ダメだって。ダメだって。ダメダメダメ。今日今回の企画は悪いけどマイナスだよ。20万以上かかる。次の新しい iPhone。この企画って20万以上かかってる。お前どんだけ再生数取れるっつっとるの。お前の再生数しとる最近クソやぞ。赤字企画やぞ。これで依存症脱却できたら携帯壊れても、うーんみたいな、うん、じゃあお前弁償しろやって終わるやん。覚醒剤で捕まる人とかもさ、覚醒剤完全やめたって言っても白い粉見ただけでもうなんか脳からよだれが出てくるような感覚になるらしいんで。それと一緒。お前な、今のダッシュでな3回抜けるぜ。 G 行為できると。そんだけパワーを使った。よく1回しただけで男の人は 100m 走ダッシュした感じって言うもんね。300m 走ってるよ俺。じゃあ3回で抜けたわ。このようにね、出したらいかん動画もあったよ。例えばハメ撮り。うん、いろんな人の。自分がそうやばい。 あんたハメ撮り正義あったやん。自分がしとったん、うん、ハメ撮り流出、うん、じゃあ何人としとったん。だからいっぱい。何人と浮気しとったん。いっぱい。そこたらち飲んだ。北山さんだけじゃないの。世界の女。だから、だから北山さんだけじゃない。あ、それをコレクションにしとったの。そうそうそう。俺ハメ撮りコレクションやし。じゃあ私こんな人と一緒にここに踊るダメやね、やっぱ。うん、やばいね。ていうか離婚してよかったね。俺ハメ撮りのコレクションするの大好きで。そう、ハメ撮りしてそのデータは何に使うの。抜くんよ、後で。あ、抜くの、うん、あ、それおかずにするんや。おかわりね。そう、おかわり。あ、なるほど。そうそうそう、うまいやろ。取れなくなったら痛いと思わないさ。いや、お前の携帯の中身は何でって。とりあえず携帯はもう完全に使えないということで1日。俺ある遊び考えました。 YouTuber7 時に何アップするか選手権。毎日勝負してる YouTuber が何アップするか。さあ昨日の動画です。まずコムドット。そうなんやべ。コムドット見たことないそんな人どうすればいいの。ごめん、俺も見たことない。俺あるけど。だって若い子見るけどおじさんおばさん見んよね。動画のタイトルを書いてくださいね。スマホ依存症の家族がスマホ以外の遊びをしております。これはいい傾向です。じゃあまずお母さんから。はい、一番チンマルが大きい人選手権お前誰のチンマルが大きいと思ったの。やっぱ山本や。山本やろ。まあいつでかいらしいわ。コムドットの動画見たことないけど、顔見る限りあの子が一番エロい顔してるし、絶対大きいってわかる。あやい君どうぞ。エスポワールとの別れ、さよならケイスケ。なんでなんか釣れそう、釣れそうなんだって。そう、行きます行きます。お母さん、へこくなよ。プレミア公開。アムギリがまさかの盗撮。チン、意味がわからんな。チンコ。チンコってあれか、ファンとやるってこと。うん。あっちゃん絶対やらんよ。昨日の動画、すみかっこ青春、女性クリエイターにちょうだいチョコしてみたら、高校生に戻った、わらわらわ。何がおもろい。俺一番近いんじゃない。全然違うから。いや、私やろ。次、バンバンザイ。大体傾向見たらわかるやろ。あなたたちも YouTube たまに見とるやろ。バンバンザイ。あられくんからどうぞ。はい、高畑やすくし、死ね。はははは。この間お前いっぱい言ってるからさ。そう、親父はよく、バンバンザイのみゆちゃんで抜くとか言って、本当に動画の中で抜いてるんですよ。だって本当好きやもんもん。はい、寝坊したら24時間過ぎていたドッキリ。はい、3人ギシ君、ルナちゃん、ミュウちゃん、スタイル過ごしてみた。 3P だってこれ AD チャンネルじゃないから。絶対 3P なんてこんぐらい大丈夫やから。別にまあ3人で川の字になって寝とったことも 3P やからね。そう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 、これ近い。私今ちょっと画伯のこと考えてんけど、このチャンネルいつからおじさんおばちゃんチャンネルお前これデジタルタトゥーやつ一生残るんぞ。こいつどうなって消せないんぞ。アダルトチャンネル死んでもあるんよ。この3人ずっと残るんよ。正解言います。3人から重大報告がありますよって。ほら、おじゃ近い。近い。違う、重大報告。高畑康史しない。ラストいきます。マスオさん。え、マスオさん動画やってんの。やってますよ。じゃあ仙台市なんじゃないの。はい、患者の飛行をついてみた。ああ、なるほど。北斗神拳みたいな。ああ、それ来たやろ。サザエさんとデートしてみた。どういうこと、意味やからん。マスオさんやん。あんた見たことないやろ。ごめんない。あのさ、はい、サザエさんのマスオさんじゃないげんぞ。そうなの。違う。そういえば、フーダ・タラオのタナちゃんの声の人亡くなった。亡くなった。デスノート、デスの人。まあいいわ、次、はい、おいじ。僕はシンナーでられてみた。そしたら、その後は想像にお任せします。マスオ。お前、やばすぎやろ
マスオさん、正解いきます。ポケモンカードボックス争奪戦2000円ガチャやるぞ。今時その動画やってんの？やめとけ。いや、今ポケモンカード流行ってますからね。めちゃくちゃマスオさんは時代を見据えてますよ。あ、ポケモンで釣った。はい、ということで今から外に行きます。外に出てスマホのことを忘れましょう。一気に気晴らしになるかもしれない。まあまあ時間は過ぎるしね。スマホのことは一切を風靡して忘れよう。忘れよう。あ、でもやなんか誰や、誰の携帯？あけみってなってる。あけみって誰や？誰よって、あんたしかおらんのにね。お前の携帯やんだこれ。お前撮影中なのになんでかけてきとるの？あ、お前セフレじゃねえの？さっきお前友達と待ち合わせしとるとったな。相手それやろお前。お前あけみやろ。待て、あけみって書いてあるよこれ。いや、そんなんねんけど。でもゼレンモンこれしましもってどうする？もしもし。いや、俺の友達じゃねえこれ。友達？友達もいろいろあるからね。多分ね、絶対体の関係持ってる人やね。せーまあまあ、ご想像にお任せするわ。俺何も言わ。めんどくさい。あ、待て、またかかってきとるよ。ほんとや、またや。めっちゃしつこくかかってきとる。これどういうこと？こいつ頭おかしいやろ。何がおかしいし。これこれしつこい女の。お前待ち合わせしてんだろ。違う、そっちけー。おかしいやん、だってこんなしつこく電話かけてくるの。あけみちゃんどうしてんの？なんかあったんかもね。あ、不意の事故とか。待て待て、泳いでんねやん。もしかしてできたとか、いや、どうしたとか。なんでいいの？赤ちゃんできたとか。やっちゃった。りょう、弟できた。肌違いの、でも血は繋がったのに父親一緒やもん。ゴムなしでやってしまったとか。だから、おい、しつこいな。だから女じゃねえかもしれねえじゃん、あけみって。あけみねえ、最悪だから。するや、言うとらね。なんか事故ったんね。ずっとかけとるな、その人。うるせえな、こいつ、ほんとに。もう、依頼しとるやん、ほんと。何べんでも、これ何やこのアルケミって。おめえもいい加減にしろや。足ふらふらねんけど、さっき走ったの。うつ病のあなたも太陽浴びればスキリや。うつ病の目はだら、やばいな、これ。北川ぐらいの目減らやぞ。ぶっちゃけ、そんな、手出したことなんねえけど、関係持ったことないんや、こいつ。アルケミさん、やめた方がいいですよ。こいつ最悪の男やから。はやっと切れた。ということで、金沢のど真ん中の街にやってまいりました。何のために来たの、こんなところ。お前らも携帯使いたいやろ。さすがに1日耐えれんってこともあるやろ。買ってくれるの？いいじゃん。違います。買うくらいならこれ開ければいいだけやん。土日なんで道端にいる人はいっぱいいると思うんですけど、その人らにスマホ貸してくださいって一人一人に声かけて、それで本当に貸してもらえたら、それほどスマホの愛があるってことは分かったから、それで返してあげるわ。じゃあスマホ、人の携帯使ってさ、インスタログインして DM ナンパしたいんじゃないの？それできるよ。妹バレない。誰か私にスマホを貸してください。人々にちゃんと言わんないよ。率先的に話しかけんならスマホは返されませんよ。誰か私にスマホを貸してくれ。ダメ、もう勝ち虫、ね、ダメや。金沢すごい冷たい視線で見られてないで。俺らがないやん。混乱しております。犯罪者の空気にしかないような。噂になったらあいつ。噂になったらあいつに関わったらまずいって。そう、うん、そうそう。あ、めっちゃ嫌がる。ほら、断られてる。断られた。断れて。モテてて。お前怖いんやって。なんで？やってることが普段の。このままじゃスマホなし生活終わらんぞ。ヤシの代わりにナンパしてくるわ。で振られとったりして。これで成功したら親父お前終わりやん。無法者や。おあ、いけた。おいけた。やるやん。やっぱ言い方が悪いんや。お前と顔が違うからまず。汚ねえだろ。ちょっとお願いだから電話してもらえるかな。これロックされてるんよ。使える。
るようになるから本当お願いします。おっと貸してくれるのか。おーやった、携帯出してくれた。さすが。言っとくけど俺の手柄だからな。あ、音鳴ってる、音鳴ってる、あ、鳴ってる鳴ってる、ブレーク鳴ってる。フォローします、インスタ。やめろお前、バカか。痛い面白くねえし、俺やっぱ会場死ぬわ。おいおいおい、無理やわ。恥ずかしいことさせといて、それはないだろう。いや、なんか面白くなかった。なにそれ。約束違うよね、あんた私にこんだけ恥ずかしい思いさせて、どういうつもりや。気分的に嫌だった。さて、車の中に戻ってきました。相変わらず携帯開きませんね。なんで開けてよ、約束したわいね。開けてや。おかしくないか。めちゃめちゃ恥ずかしかったんぞ。俺何回恥かいた、振られた。あれ、まだ電話鳴ってるよ。また明美ってやつから電話かかってきてるぞ。おやじ、おい、どうなっとるん。おいおい、実はこれ裏コードがあるんですよ。何やそれ、こんな簡単に開くん。そうですよ、開き方あるんですよ。はぁ、開いた開いた。またロック、ポチ。おい、出るなないよお前。だら、いや出ろ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 。あぁ、ねえ、もしもし、どうなってんの。明美どうしてん、さっきから何回も電話してきて。当たり前じゃん、今日会うの忘れてないよね。いや、撮影あるって言ったやん、終わってからって言ったやん。え、知らないし知らないし、今日金沢駅でずっと一人で待ってたんだけど、2、3時間。マジで。ありえないだろお前、何してんの。今日約束してたよね。うん、そうだった。レジな金沢行くって。何それ、ラボ踊るやないかそれ。お前ほんとほんとふざけんなよお前、2、3時間ずっと寒い中待ってたんだよこっちは一人で。あげみそれ言ったらあかんでしょ。ちなみに、あのやすしと出会いのきっかけは何ですか。私 TikTok のライバーでまだ500人しかいないけど、そこで DM 来て、そっちからね。お前 TikTok でナンパしたん。お前 TikTok でも DM ナンパしてんの。あけみさんいくつなんですか。私28です。やすしが電話出れなかった理由は、はい、スマホ拉致生活ってのしてるんですよ。スマホを箱に入れられて使えなかったんですよ。なんで息子とか元嫁とかに厳しく言えないの。だから今日夜って言ったじゃん。ちなみにあのやすしとは何回やったことあるんですか。まだ2回です。あ、まだってこいつさっき階段でやったことないって言っとったよ。もう嘘ついてるじゃん。そんな嘘に決まってんじゃん。こっちは本当被害被ってんだよ毎回毎回。でもそんなことみんなの前で言う必要ないやん。ちゃんと謝ってくれる。ごめん。元嫁とか息子たちに厳しく言えないもんってか、父親じゃないのあんた。ちなみに2回はどんなプレイしてたんですか。あ、2回はこれ SM が好きだからSM。 俺が S になって明美がもう M になるよ。なんでどっちかといえばお前 M やるの。なんで嘘つくの。違う、逆でしょ。まあ後で穴埋めするわ。穴埋めとも違う穴埋めだろそれ。穴埋めてあるから。面白くねえわそんないつから親父とは体の関係があるんでしょうか。1ヶ月前ぐらい。だから初詣とか行ったのこの人。初詣行きました。やすしと行きました。あこの人はいないね。言うなよそれ。ちなみにやすしは奥さんがいる状態で本当に三股とか不倫する人ですけど、北川って女性と不倫する人ですけど、それでもいいでしょうか。うん、腑に落ちない点があって、あのこの間の YouTube の動画見たよ。あ、元奥さんとのキスの動画ですか。あれありえなくない。私もありえんから。息子がやれやれってしょうがないからやったよ。仕事だからそれ断れよっつってんの。父親でしょ、私どの瞬間で見ればいいのよそんな俺のこと好きな、好きだからあの会おうとしてて今日も支度してたんでしょ。え、まずそれを謝ってよっつってんの。明美ごめん、軽いんだよいつも。ごめんがよ。もうほんとクズみたいな男の伊藤誠やん。いやもういいや、もう私もう別れる。なんで。ほんと別れてもいいですよ。無理無理、抱きしまおうよ今日。よくお前元奥さんの前に言えるな。全員とって離婚してるし。もうこの間はシャングリア の行こうとしてたらドタキャンされてよ。それも撮影。そんなに親父とまぐわいたいんですか。まぐわい、そんな言い方やめろよそうやな、その言い方やめろよ。まぐわりたいってなんだよそれ。で、ね、今からじゃあ明美さんとか行くってことなんだ。だいたい30分かかんないで着くから待ってて。もう夜ご飯はね、もう盛大に行こうよ。パーッと。当たり前だろ。ちなみに今お母さんの車で金沢に来てるんですけど、お母さんの車でラボの前まで行っても大丈夫でしょうか。え、なんで来てどうすんだよ。ちょっと見てみたいなと思って。てめえ早く来いや、早く始めるじゃん。何始めるの。わかりました。何を始めるんでしょうか。SM プレイに決まってんだろうがよごめんね、愛してるよ。はい、ということでもう一回ロックします。なんでロックすんの。お前らに開け方絶対教え。今日あと6時間ぐらいで終わるけど、もうずっとスマホなしで生活してください。ちょっと待って、じゃあ私は何のためにスクランブル交差点で恥ずかしい思いして人に声かけたん。ホラホースマホドピナッツ。儚い壁にぶつかっても何度でも立ち上がる。映画の先に希望の光、満ち溢れてるはず。ハクション。